価格高騰に拍車がかかっています。二十三区の新築分譲マンションの平均価格が。初めて一億円の大台を突破しました。これは不動産経済研究所が昨日発表したもので。去年東京二十三区で発売された新築マンションの平均価格は。一億千四百八十三万円となりました。前の年に記録した。 8236万円に対して4割ほど上がり、初めて1億円を突破しました。これは港区などの都心部で超高額物件が売り出されたのが主な要因で、続く建築資材や人件費の高騰などによって価格を押し上げました。また、1都3県の首都圏の平均価格も前の年から28.8%上昇し、 8101万円でした。担当者は去年は1億円を超えるような重工が爆発的に多かったと総括しました。